大谷翔平、4打数無安打3三振。自分に憤慨し、珍しくベンチでヘルメットを3度叩きつける。エグンも連勝が4でストップ。エンゼルス大谷翔平選手が本拠地で行われたパイレーツ戦に2番指名打者で先発出場しました。1回第1打席、パイレーツ先発は左腕のボルッキ選手。カウント 3-1 から甘く入ってきた142キロのスライダーを強振しましたが、捉えられずにファウル。大谷選手も思わず叫び声を上げて悔しさを表しました。最後は6球目、外角低め厳しいコースに143キロのスライダーを投げられ、見逃し三振に倒れます。3回の第2打席、西一塁の場面でパイレーツ2人目ビド選手と対戦。カウント1エンド1から外角高め155キロのストレートを空振り。ここでも甘いボールを捉えることができません。そして4球目、外角低め146キロのチェンジアップにあえなく空振り三振。1打席目、2打席目と甘いボールを捉えることができなかった大谷選手。ベンチに戻ると、普段は道具を大切にする大谷選手が珍しくヘルメットを3度叩きつけ、イライラを爆発させるシーンがありました。この大谷選手の行動にネット上では、心で整理できないことはある、最も注目されるメジャーリーガー、そんな短気なところでもなければここまでやってこれない、自分や相手を怪我させるようなことしているわけでもあるまいし、たまたま怒りで物に当たることに何の問題もない、次の打席にはいい結果を期待しています。ヘルメット叩きつけたり、バットぶん投げて F ワード連発は大谷さんの通常運転、いつものこと。彼は感情を持つ一人の人間です。そこも含めて応援しないと。聖人君子貧困法制は日本のメディアが作り上げた幻想です。このような光景を取り上げないだけ、怒りを集中力に変えて爆発を期待してます、といったコメントが上がっていました。そして0対2と2点リードされた5回、西一塁で迎えた第3打席、パイレーツ3人目ヘルナンデス選手との対戦。気持ちを切り替えた大谷選手は1球目、136キロのスライダーを打っていきますが、バットが折れてセンターライナーに倒れました。3点を追う8回の第4打席、大歓声を受けて打席に入ると、1球目151キロのストレート、2球目146キロのチェンジアップと2球連続で空振り。カウント1エンド2に追い込まれると、4球目は真ん中高め156キロのストレートに空振り三振。これで大谷選手は14打席ノーヒットとなりました。4連勝で貯金を2としていたエンゼルスは、そのままの勢いでさらなる上昇気流に乗っていきたいところでしたが、この日はパイレーツ投手陣の前に打線が沈黙。連勝は4でストップしました。後半戦に入って7試合、35打席で11四球と勝負を避けられている大谷選手は22日の試合後に、フォアボールというのは自分の打席の中で1年間プレーしていく中でも1、2を争うくらい大事なものじゃないかなと思っていると話し、ストライクに来たら球種問わずにしっかり自分のスイングをする準備をするということをするだけとコメントしていましたが、この日は自身の思うようなスイングができませんでした。ネット上では、ホームラン王を狙うならこういう攻め方は今シーズン最後まで続くでしょうね、その中で数少ない失投をどう仕留めるかだと思いますが、今日に限っては失投を全て打ち損じてしまいましたね。明日は得意のデーゲーム、切り替えてまた応援します。ネトがスタメンを外れてしまったのも影響あるのかもしれませんね。今季ネトのスタメンとチーム勝率はなぜかかなりリンクしている。常に長打狙いのレンヒーフォが一番なのもやはり無理があるし、ベラスケスがスタメンの時点で攻撃面でマイナスになるのも痛い。怪我でお休みの皆さんの早いご回復を祈ります、といったコメントが上がっていました。直近の試合では強打者の証とも言える四球攻めを受け、思うような打撃ができていない大谷選手。そんな中、今の大谷選手について語ったある暴論が現地で猛批判を浴びているようです。まだ大谷翔平よりもジャッジが上、尽きない論争に米紙記者が意見、ヤンキースの低迷ぶりでますます顕著になった、
今季もメジャーリーグで堂々たるパフォーマンスを見せ続けている大谷選手。現地7月21日終了時点で打者として打率3割5厘35本塁打76打点長打率6割7分6厘 OPS 1.076 と圧倒的な成績を収めている大谷選手。投手としても防御率こそ 3.71 ながら被打率と奪三振率はリーグトップクラスの高水準をキープ。持ち前の異能ぶりを存分に発揮しています。米老舗誌スポーツイラストレイテッドのトム・ベルデュッチ記者などは、争いはもう終わった、差は僅差ですらないと主張し、大谷選手の MVP を確定的に見る声は少なくありません。一方でこの米球界におけるず抜けた存在に異論を唱える人も絶えないというのです。大谷かジャッジか、私はジャッジを選ぶ。みんなは私がクレイジーだと思っているだろうけどね。だってそうだろ、ジャッジの方がインパクトはあると思うし、彼を怪我で欠いたヤンキースの低迷ぶりを見ているとますますそれが顕著になったと思う。大谷選手についてそう論じたのは米スポーツ専門局フォックススポーツのラジオ番組ジオットカップルでホストを務めるロブ・パーカー氏。現球界最高とも称される二刀流選手についてかねてから、私は評価しない、翔平が達成したほとんどの記録は他の選手が許されなかったことだからと否定してきた同氏は、現地7月20日に放送された自身の番組内でヤンキースの主砲アーロン・ジャッジ選手との比較論を交えてこう語りました。ジャッジがいる時のヤンキースは100勝できるチームであり、ポストシーズンでも脅威となる。もちろん大谷が投手としても打者としてもインパクトがないわけではないが、エンゼルスは彼がスタメンにいてもいなくても勝てない。だからジャッジの方が周りの選手に与える影響の方が大きいと思うね。これでもかとアンチ大谷っぷりを発揮したパーカー氏は、ジャッジがラインナップにいないヤンキースは全く別物だ、良いチームではないんだよと強調。大谷選手と何かと比較されるジャッジ選手が格上であると訴えました。一方で当の本人たちの意見はどうなのかというと、先日のエンゼルス対ヤンキース戦の際に日本メディアの囲み取材に応じたジャッジ選手は大谷選手について、今季の大谷は素晴らしい、見ていて楽しい、うちのチームと対戦している時はあまり大谷の凄さを見たくないけど、テレビをつけて8イニング投げ10奪三振2本塁打などをやっている彼を見るのは楽しいと今季の大谷選手の活躍を称賛。記録が破られる可能性についての質問がされると、記録は破られるためにある、ただの記録だし、破られたら野球にとっては素晴らしいことだと思う、63本以上も打つんだからどうなるか楽しみと笑顔を見せ、自分も野球人生がまだ数年は残っているから、もし破られたらまた特別なことをする機会として挑戦するのみと大人の対応を見せていました。そしてジャッジ選手から記録更新への期待を寄せられていたことに大谷選手は、嬉しいですね、光栄なことですし、そうやって世代のトップの選手、野球界トップを牽引している選手に言ってもらえるのは素晴らしいことですし、励みにもなる、シンプルに嬉しいが一番ですと、こちらも熱狂気味のメディアとは対照的に落ち着いた様子で笑顔を見せていました。ネット上では、ジャッジがすごい選手であることは間違いない事実、しかし試合で相手を冷風できないのも事実、大谷さんは冷風できちゃうのよ、打たなくとも負けない試合を作れるのよ、野球は投手が勝敗を左右する役割を多大に担ってるからね、野手にはどうしようもない、打者としては試合で5回くらいチャンスがある、それのみ、やはり投打ともにやれるって最強なのよね。この人の考え方で言うと、ジャッジが大谷の代わりにエンゼルスにいたらチームは勝てるということになるけど、残念ながらそうはならないでしょう。野球において一個人がチームに与える影響はたかが知れている。バリー・ボンズが73本打ったシーズンのジャイアンツだってワールドシリーズに進出していない。つまりは個人でどれだけ活躍していてもそれが 100% チームの成績に結びつくとは限らない。
そしてその個人の活躍ではここ3シーズン大谷があらゆる選手の中で群を抜いているといったコメントが上がっていました。エグンが8月1日まで順位を維持すればトレードのドアは閉まる。大谷翔平の電撃トレード話は消滅へ。前日の試合後の取材では、チームの状況によってはエンゼルスは放出すべきだという意見もあるが、ご自身の思いはどうかと問われると、もちろん僕は6年目ですし、このチームでプレーオフに行きたい、そこで勝ちたいという気持ちは変わらないので、チームとしてどういう判断するか僕には正直わからないし、それは僕の仕事の外のところなので、チームとして勝ちたいなら一試合でも勝って、そういうワイルドカード争いを僅差で行くしかないので、今の状況だと売り手になるか買い手になるか僕は全然わからないことなので、また明日切り替えて勝つっていうのがこのチームで勝つためにシンプルに必要なことかなと思います、とチームと共にプレーオフ進出に向けて最後まで戦う意思を述べていた大谷選手。こうした大谷選手の熱い思いを受けて、複数の米メディアが8月1日を期限とする電撃トレードが消滅へ向かっているとの見解を示し、話題となっています。エンゼルスの進撃が大谷のトレードの憶測を終わらせるかもしれないとの見出しを取って報じたのは MLB 公式サイト。エンゼルスが8月1日のトレード期限までに売り手となる可能性や、二刀流スーパースターの大谷をトレードする可能性は次第になくなってきたとの見解を伝えています。もし大谷選手が8月1日までにトレードされれば、21日日本時間22日の先発が本拠地での最後の登板となる可能性も指摘されていた中、同サイトはそのことを聞かれた大谷選手のコメントとともに、エンゼルスタジアムを埋めた4万309人のファンが、彼をできる限り特別な気持ちにさせようと七回一死で降板する際も含めて MVP の大連呼のセレナーデを送ったと紹介しました。エンゼルスで最後の登板と思うことはないです。今現在ここに所属していますし、まだ全然プレーオフ進出がいける位置にいると思っているので、トレードに関してはあまり気にしないように今できることをやりたいかなと思います。同サイトは続けて指の豆や爪などが心配された大谷選手を今シーズンで3番目に少ない投球数となる87球で下ろしたフィル・ネビン監督のコメントも紹介。いくつかの投球で球が上ずり、彼らはそれを捉えていたが、彼の指は大丈夫だった。彼は今日4度出塁して、普段よりも出塁が多く、より多くの疲労が織り込まれた。彼は人間だ。しかし彼は我々のエースで力強い。次の登板が待ちきれない。そしてオフのトレード情報に詳しい MLB トレードルーマーズも、もしエンゼルスがこの順位を8月1日のトレード期限まで維持すれば、大谷のトレードのドアが閉められる可能性が高いと報道。先週の報道ではチームは少なくとも他チームが大谷に何をオファーできるかに耳を傾けることにオープンだとされていたが、たとえエンゼルスがプレーオフ争いから脱落したとしても、トレードは起こりそうもない。勝率5割以上に戻ったことで、8月2日になっても彼らのクラブハウスに大谷がいる可能性がより高まったと続けました。またベースポーツ専門チャンネルの ESPN も、大谷はエンゼルスのプレーオフ進出へ集中、将来に関する話題を遮断との見出しを取り、大谷選手の試合後談話にフォーカス。同メディアはここまでの流れを、エンゼルスのオーナーアート・モレノ氏は以前、チームがプレーオフ争いに残っていれば大谷をトレードすることはないと語っていたが、そうした表面上の対応はチーム成績とともにトレードを断固拒絶する考えはないとの憶測を引き起こしたと紹介。報道陣からモレノ氏やベリー・ミナシアン GM からトレードがないことの確証を得たかと質問された大谷選手の答えをこう記しています。何も話していないです。ペリーともそんなに今現在クラブハウスにもしょっちゅう見かけてもいないので、週に1回会うかどうかだと思うので、あんまりそういう話はしていません。またオフの FA を見据えたシーズン中の契約延長交渉があったかという質問に対しても大谷選手が、
そういう席を全然設けていないというか、シーズンはシーズンで集中したいというのは変わっていないので、シーズン中はそういう話はしていないですし、今チームとしても良い状態だと思うので、その流れで引き続きいけるようにそんなに気にしていないかなと思います、と語ったことを報じました。地元紙のオレンジカウンティレジスター紙も、エンゼルスが彼をトレードするかもしれないとの憶測があるが実現しない可能性が高い、もし彼らがトレードの期限を過ぎても大谷を保持することを選択すれば、次なる計算の一端として彼との再契約を望むことになる、との見解を伝えた上で、大谷選手の前出のコメントを紹介していました。ネット上では、大谷翔平選手が自身の口ではっきりと、このチームでポストシーズンに行きたい、チームメイト、ファンもこの言葉を大谷選手自身が言ってくれたことで、ポストシーズンに向けて一生懸命プレーしよう、一生懸命応援しよう、そう思ったんじゃないかな。それはきっとエンゼルスのオーナーだったり球団幹部も同じように感じたんじゃないかな。このチームでポストシーズンに行きたい、チームメイトのハートを熱くするには十分すぎる言葉、ここからエンゼルスの快進撃に期待したいです。エンゼルスはとにかく8月9月は対戦相手が厳しいんだよな。レンジャーズとまだ6戦残ってるし、レイズにオリオールズのアリーグ東地区のヤバいとこともまだ対戦残してるし、ブレーブスとも残ってるし、あとは激しいワイルドカード争いをしてるレッツ、フィリーズ、ジャイアンツとの対戦も残ってる。逆にシアトルとかはエンゼルスと比べてかなり楽な感じ。とにかくエンゼルスがプレーオフに行くなら、買い手としてどれだけトレードでうまい補強するかだな。そしてトラウトの復帰を待つしかない、といったコメントが上がっていました。あなたはどう思いますか？